ムゲ刑事。切り離え、我らの意志を天下に示すのじゃ。豊臣め、数だけは揃えおったな。先行する重真らを包囲したか。湖畔の砦を抜き、重真と合流する。勝負はそこからじゃ。敵を狙ってくださいよ。バカ野郎、死にたくなければ着弾範囲に入るな。徳川、島津、長宗我部、上杉、豊臣は大名の寄せ集め、ここに隙がある。政宗様、すでにお気づきかとは思いますが、北にも敵がおります。いかがお気づへと鬱陶しい。近づく者すべて撃ち果たせ。誰が来ようと結果は同じよ。開門。トヨタの力はこの程度か。強さがこれほどとは。この砦は捨てろ。体勢を立て直すんだ。援軍かたじけない。敵の宝禄玉攻撃が激しいゆえご注意あれ。宝禄玉の命中率はそこそこです。落ち着けば政宗様でも無傷で進める。無論宝禄玉の命で東道ピザトラを撃てば攻撃はやみましょう。判断はお任せします。エリマーズの中速でが撤退。ちぇ、キリスの猫を噛むというやつか。バカめ、これが我らの実力よ。さあ、屋上開始じゃ。攻撃士の俺を狙ってきてる。いい判断だ。開門。宝禄玉はもう降ってこぬ。全軍総力を挙げて戦場中央を制圧せよ。勢いに乗ってきたね。今頃三成を真っ青だろう。ダメケのものだ。勝敗はもはや明らか。降伏せよ。今なら秀吉様もお許しください。秀吉の意を借る狐殿に申し上げる。降伏勧告の意、慎んでお断りするわ。天軍、安定攻勢だ。伊達軍を包囲殲滅せよ。三成の援軍に援軍が来たかい。これは挨拶しとかないとね。敵は寄せ集め、捨て入りは今でござます。敵本陣近くにいる真田と上杉のうち、上杉のみを攻撃し疑念を抱かせました。敗北。
秀吉様の顔に泥を塗るつもりか。よく構えた。それは真田を無視して上杉ばっか攻撃してねえか。真田は伊達の味方です。ご無礼ながら離反に気づくのとは間抜けでいらっしゃる。兵諸君、これは見えすいた罹患策だ。もはや動揺を抑えられぬか。大軍であればあるほど末端の統制は難しい。そこを巧みに使う、さすが地の個人。上杉の兵士たち、落ち着け。真田がお前たちを裏切るはずがない。今のうちに伊達を攻めましょう。兼続殿。開門。雪村の兄信之殿の一喝で私の心は落ち着きを取り戻したぞ。見たか、これが伊達の底力よ。開門。おじごう、久しぶりだね。奥州くんだりまでご苦労なこった。なんでこんなところに。もうすぐ秀吉の天下なんだ。邪魔すんな。おじごう、まだまだだね。もっと強くなれ。天下支えられねえ。奥州の敵との身内に瞬殺されるなんてよ。秀吉になんて悪いじゃいいんだ。流れは完全に断った。三成の身を守らない。秀吉様から受けたご恩、ここで返す。伊達のイノシシ店どもかかってこい。これ以上はやむを得ぬ。全軍撤退せよ。